シュードモナス科とは、新生細菌のトガの一つである。エゾモナズ属、アゾーマーナトリカン属、エゾリゾフフェレス属、アゾトバクター属、セリバイブリオ属、メッセーフィロバクター属、プソイドモナス属、リゾーバクター属、ルーガモナズ属、サーアペンズ属を含む13属からなる。アゾートバクテリア地下は2004年にこのトガに統合された。 シュードモナスキンスーデモなどはギリシャ語のスードとモノストの正語であり直訳で偽の一団の意味である。モナドは微生物学の初期から用いられてきた用語であり単細胞生物を指す。シュードモナスキンは普遍的に存在する微生物である。ため微生物学の初期からその存在を認識されており研究されてきた。シュードモナス属という語は1894年に 登場した。当時は、グラムイン製で環状かつ胞子生産性の細菌という非常に漠然とした定義であった。シュードモナス菌は膨大な種類のニッチから管理され、非常に多くの種がシュードモナス属に分類されることになった。種の振り分けが見直され、新たに制定された分類法と生態公分子に基づく手法により多くの種は再分類された。2000年に、 修道モナス属の複数の種について、完全ゲノムのシークエンシングが行われた。以降、P、アエルギノサパオ1や P プチダ KT2440、P フローレセンズ PF-5、P フローレセンズ4-1、P オントマフィラ L48 についても、完全ゲノムの解読がなされた。 プソイドモナスシリンゲの植物病原種、パスバートマト DC3000 やパスバーシリンゲ B728R、パスバーファジオリカ 1448A の飼育エンシングも行われた。オキシダーゼ活性と、放射酸生成、発酵不活性である点が、同じガンマプロテオバクテリアズナの腸内細菌化と、異なる。ありがとうございます。